これで準備できたかな？忘れないから。選別にこれ。いらない。アクタン、そんな弱気じゃダメだよ。何？アクタンはこれから我が道を行くのだから、道を切り開く強い精神と肉体が必要なのだ。そうだな。立ち込みにでも行くのかよ。健全な肉体には健全な魂が宿る。さあ行くぞ皆の者。突撃。吐き出られ。お母さんもついていくから。今の思い出だね。みんな待って。雨にも負けず、風にも負けず、水圧がすごすぎる。スタートエンドの恥さらしが。苦しそう。ペコネペコネペコネ。見て、ミジンコみたいな体力のアクアちゃんが荒々しい滝に耐えている。ちょっと待って。死後硬直。人付き合いが大事。よそ様はあとかすとか生ちょろい会話してくれないから、お母さんはいつまでも一緒にいてあげられないよ。はい、声出ししますよ。せーの。わんじゃーん。声量が足りないよな。もう一回行くよ。わんじゃーん。変わってない。気持ちがこもっとらんから伝わらんのだ。お腹から声出してね。せーの。じゃあさあ、わんじゃーん。もう許してやりなよ。肩で息してるじゃん。いつまで泣いてんだ。はは、体力が足りねえペコだよこれ。じゃあスタミナのつくもの食べて元気出さなきゃな。なんペコ、なんペコ。ペコちゃん見て何話してんだよ。やめろよ、不安になるだろ。まだまだ行くぞ。ほらー、とこんじゃー。くらえ。いっせーのぜ。もう関係ねえペコ。他なんかあるかな。もう十分だって。そうか。ていうか声が大きい。修行の成果か。こんなことしなくたって私はとっくに大丈夫だよ。そのみんなとのあの思い出とかあるし、悲しい時とか大変な時とかそういう時乗り越えられるから。だからいっぱい遊んでくれてありがとう。そっか。そもそも私全体で見たら大先輩なんだから、心配される筋合いないし。それもそうか。だから僕は、アクタン、なんかこの人合わないんじゃない。いや、こんな長時間誰かといたの初めてで。それだけで？ストレス。自分で言ったな。全然ダメだこの先輩。ここはかっこよく背中を見せるシーンでは。一応背中は見せてるね。情けない背中を。傷ついてぶっ倒れてるだけだもんね。これからのみんなの人生にも幸あれ。何をしても不器用で、何かとミスしてばっかダメだ。